今年の5月に、古地図でたどる大阪24区の履歴書、140B 巻ということで、出版させていただきました。題名の通り大阪には今現在24の区がありますけれども、この区は、明治生まれの4つの区から、その都度発展をして150年近い歴史を持って、足跡刻んできてこうなったわけです。でこうなったいきさつをですね、ご存知の方というのはどれぐらいおられるのかっていうのもちょっとね心もとない気もするというのは今まであんまり語られてなかった歴史だからです。で一番身近なはずなのに案外と語られてこなかったこの区の足跡というのを一般の方向けにできるだけ分かりやすく写真もふんだんに入れてですね、でその年代ごとの地図も入れて、ご紹介させていただいた、本です。書くのに大変時間がかかりましたけども、よかったら、手に取ってですね、大阪のことを振り返るんだったらこの足元の区から振り返っていただきたいと思います。ぜひ一度ご覧ください。